はい、皆さんこんばんは。おはようございます。国重です。ということでね、今日はですね、ソラナについて見ていきたいと思います。ということで、時価総額ランキング5位なんですよ、ソラナ。現在 14,586円ということでね、はい、チャートの方を見ていきましょうか。チャートこんなかチャートしてるんですよ。これがですね、これ分かりにくいんですよね。このログ表示でこう見てみると分かりやすいんですけど、はい、全期間のログ表示こんな感じかということでね、こう見るとですね、前回のバブルでこっからここまで上がってるんですよ。こっからここまで。で、今回のバブルでですね、こっからですね、こんだけ上がってるということで、これはまだ上昇の初期段階と言えますね。初期段階。はい。前回の例から、こういうふうな感じで、前回の例からですね、今回は、ここからですね、こういうふうになっていく可能性ありますからね。はい。で、今回の最安値が1300円ぐらいだったんですよ。だから、ここから100倍だとしたら、13万円。ね。なので、とりあえず13万円ぐらい目標に、皆さんね、考えていったらいいんじゃないでしょうかね。はい。まあ、あと2年以内ですかね。2年以内。はい。ということで、このソラナとは一体この何なのかっていうのね。見ていきたいと思いますけども、あ、ツイッター見てみましょうか。ツイッター、ソラナ243万人もいるんですね、フォロワーが。はい。で、これがホームページ、ウェブ。で、ちょっと気になるのがですね、ブレイブも入ってますし、なんといっても Google が入ってるんですよね。Google、Meta、Shopify といった、ね、この Web2.0 の、ね、ビッグテック企業がですね、パートナーとして入ってるということなんですよね。ここが一番気になりますね。特に Meta なんかが、はい、メタバースに力を入れてるんですけども、ここでソラナと組んだらですね、はい、このメタバース世界でですね、はい、ソラナがか大活躍するという可能性がありますね。非常に高いですね。はい。こういったね、Web2.0 の企業とうまくパートナーシップを組んでね、やっていくっていう、そういうトークンがね、ソラナコインがね、そういうコインが今後伸びていくと思われますね。はい。実体経済と結びつかないとね、やっぱりね、難しいと思いますね。こういうね、あとこの、ね、ソラナで注目されているプロジェクト、ヘリウムとかね、ゲインフォレスト、ハイブマッパー、アシックス、なんかね、はい、伸びていくと思われます。はい、あとショッピファイね、とタッグを組んでるんで、はい、ソラナペイとね、ショッピファイが組んでですね、まあ、クリプトでね、お金ね、買い物ができますよっていうところが、まあ、本格的に来てますよというところですよね。もしかしてこのショッピファイがアマゾンを倒してしまうかもしれない。ね、そういう可能性までありますね。
ということでね、まあ、ソラナはいろんな企業とね、パートナーシップをね、結んで、活躍していくだろうと、ね、予想されますね。はい。そのソラナとは一体何なのかとね、いうのを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい、ソラナ。ね。まあ、こういう記事なんですけど、このブロックチェーンのね、性能だけを 見ていきますと、ソラナはトランザクション、ね、イーサリアムに比べて、イーサリアム15なんですけど、5万あるということですね。1秒間に5万処理やると。で、手数料も、イーサリアム10から20ドル。ソラナは 0.00005 ドルと、ね、いうことです。で、ブロック生成速度、イーサリアム300秒、ソラナ0.4 秒ということで、他を圧倒しているということでですね、はい、FTX のね、創業者もね、これに注目してましたね。はい。なんでね、こういうことができたのかっていうのがね、世界を震撼させたんですよ。うん。ということでね、これを考えた人がですね、この、クアルコムでね、働いてたんですよね。で、働いてた人がね、ブロックチェーンをね、もっと高速にできる方法、いや、あるんじゃないっていうことで、ね、考えたらしいですよ。はい、クアルコムでもね、そういう仕事をしてたのかもしれないですね。ブロックチェーンをね、もっと高速にできますよということを考えたらしいんです。そういう人がいたらしいんです。それがね、ソラナを作ったっていうんですよ。パッと作りましたということで、こんなに高速になってるということらしいんですよ。どうもね。はい。でパートナーが豪華ということでね、まあ、ソラナエコシステムねにこの Web3 のね Web3 のねプロジェクトが結構あるということもありますし、 Web2 の企業ともねパートナー組んでますからね、そこも強いですよね。うん、はい。ということで、もう一つの記事をね、見ていきましょうか。もう一つの記事に、ソラナとは、取れますね。ソラナが、ローンチされたのが2020年3月。比較的新しいんですよ。で、ポッと出てきたと。いうこと で、誰も注目してなかったんで、プレセールがめちゃくちゃ安かったんですよ。めちゃくちゃ安くて、なんかコインリストかなんかに出てきたんですよ、パッと。名前も知らないね。誰も知らない。ソラナって。ね、まあ、いくら買ってもいいですよっていうのがね、めちゃくちゃ安く出てきたんですけど、で、前回のバブルで、まで、こう上がっていて、約1万倍まで上がったっていうことですね。はい。1万倍ですよ。だから1万円分買ってても、1万円で、1億円か。1億円。10万、100万、1000万、1億か。1億円。1万円買ってたら1億円になる。いうことなんですね、うん。こういう時期もあったんですよ。ほとんどの人がね、見てなかったかもしれないですね。はい。で、コンセンサスアルゴリズムが、プルーフオブステークス
なんか3つ組み合わせてるらしいですね、うまく。イーサリアムで使ってるプルーフオブステークスと、あと独自の2つ、プルーフオブヒストリーと、タワー BFT っていう、なんか、聞いたこともないね、アルゴリズムを使ってですね、この天才がね、作ったと。いうことなんですよ。で、まあ、時価総額ランキング5位までなってるということでね、はい。で、取り扱いの、日本でもね、取り扱いがね、あるんですよね。SBI VC トレードと GMO コイン、DMM ビットコイン、はい。まあ、こういう、日本のね、取引所で買うのが一番ね、いいですけどね。しかし、まあ、こういうのを持ってなかった人は、持ってない人はバイビットで買うとかね。うん。まあ、できるだけ、まあ、日本のところで買った方がいいんじゃないですか。ね。で、まあ、SBI BC トレードとかステーキングもできるみたいなんでね。いいと思いますよ。ソラナは誰でも DApps の開発ができるパブリックなブロックチェーンプラットフォームの一つ。DApps の開発プラットフォームはソラナ以外にもあるが、ソラナは高速かつリーズナブルなコストでの利用を実現することで他のプラットフォームとの差別化が図られている。ソラナの基軸通貨はソルで、一般的にはブロックチェーンの名称と同じソラナと記載されることが多い。はい。ソラナの特徴。まあ、なんといっても高速、低コストで利用できるっていうことですね。うん。まあ、公式サイトの情報によると、ソラナは1秒あたり5000件のトランザクションを処理することができ、1回あたりの手数料も 0.04 円。非常に低コスト。ね。だから、こんなに低コストだから、いくら送金したりね、送金しても手数料がかかんないってことですね。非常に便利。でこのような高速低コスト化を実現できる主な要因としてソラナのコンセンサスアルゴリズムが挙げられる。コンセンサスアルゴリズムとは、コンセンサスアルゴリズムとはブロックチェーンに取引などの情報を記録する際に必要となる合意形成のアルゴリズムですよね。採用されるコンセンサスアルゴリズムはブロックチェーンごとに異なっていて、ビットコインではプルーフオブワーク、イーサリアムではプルーフオブステークですよね。で、ソラナっていうのは、まあ、プルーフオブステークス、プルーフオブヒストリー、タワー BFT という複数のコンセンサスアルゴリズムを組み合わせることで、処理スピードの高速化と低コスト化を実現していますよということですね。まあ、ソラナにしかないんですよね、こういうのはできるのは。あと、レンダートークンっていうのはね、プルーフオブレンダーとかっていうのを使ってますよね。はい。ソラナはプルーフオブヒストリーを使ってるということですね。はい。で、さらに他のブロックチェーンとの相互運用性がありますよと言ってるんですよね。で、ブロックチェーンはそれぞれが単体で独立していて、他のブロックチェーンとの相互
互換性を持っていないものが多くあるんですけどもね、ソラナは他のブロックチェーンとの相互運用性、インターオペラビリティというんですね、があり、例えばイーサリアムとはワームホールと呼ばれるブリッジ機能を使うことでお互いのトークンを往来させることができるようになっているということですね。現在はイーサリアム以外のブロックチェーンのブリッジ構築も進められていると。トロンとかアバランチとかですかね、でソルでステーキングができるんですよね、ソル。はい、ステーキングはできるんですけど、あの取引所でね、ステーキングができちゃうんで、バリデーターにね、バリデーターステーキングを行わなくても、国内のね、取引所で、ね、ステーキングができるということなんですよ。この SBI VC トレードとかね、あとバイナンスジャパンとかも高い利率でできますし、あとハードウェアウォレット、レジャーのハードウェアウォレットが持ってるんであれば、ハードウェアウォレットからステーキングができちゃうんですよね。だから、一番安全なのはハードウェアウォレットですけどね。この安全をね、確保したいんだったらね、ハードウェアウォレット、レジャーのね、を検討されたらどうでしょうかね。はい。ということでね、あとは、今後の動向なんですけどね、今後の見通し、将来性、DAPSは今後確実に増えていくと。いうことで、ステップとかはね、有名ですよね。あと、NFT マーケットプレイスのマジックエデン。これも有名みたいですね。こういったところで、どんどんね、手数料が安いわけですから、どんどん取引されていくわけですよね、NFT なんかがね。はい。あと、イーサリアム上のね、DAPSを移植できるようになると、ソラナではテストネット上で2021年から EVM、イーサリアムバーチャルマシンのネオン EVM の開発が進められておりね、2023年4月に7月に正式にリリースされていますということで、 EVM が使えるようになればイーサリアム上の既存の DAPS と簡単にソラナへ移植できるようになるんですよね。今までね、イーサリアム上で作ってってね、手数料が高いということだったんですけど、簡単にソラナチェーンでね、移行できるということで、多くのプロジェクトが実際移行してますよね。はい。レンダートークンなんかはね、そうだみたいですね。ということで、イーサリアムのね、牙城を切り崩すことができるかもしれないと。あと、
ソラナは、ソラナモバイルっていうのも出してるみたいですね。ソラナモバイルですよ。これがまた、ね、ソラナを基軸としたスマートフォン戦略。Web3 in your pocket ですよ。はい。ということでね、つまりこれはどういうことなんだということですよね。今は iPhone とか Android、うん、ね、Apple プラットフォームとかね、Android ね、プラットフォームでね、そのマーケットプレイスがやってると思うんですけどね。そこは手数料がかなり高いと、ね、いうことで開発、アプリの開発者も結構困ってるみたいですね。それがですね、このソラナモバイルで、ソラナマーケットプレイスでね、Web3 のアプリがね、ここに登場できるという可能性がありますね。はい。イーサリアムではちょっとできなかったことが、まあ、ソラナでできていってるということですよね。で、サガっていうんですか、このサガでは仮想通貨ウォレットで使われる秘密鍵などの最重要情報を安全に保管することができるシードボルトと呼ばれるシステムを採用していること。シードボルト、つまりね、取引所っていうのは、取引所は秘密鍵も握ってるんですよね。実は取引所っていうのは、しかしこのウォレットは、まあ、秘密鍵も自分のところで管理しますよと言ってるから、誰にもね、操作ができないということですよね。はい。あ、これはまあハードウェアウォレットとね、同じぐらいのセキュリティがあると思いますね。はい。で、これを買ったね、サガの購入者には、ボンクっていう仮想通貨がですね、エアドロップされたということで、このボンクっていうのは877ドル。約10万円分のね、がエアドロップされたということでね、まあ、サガ自体の購入価格が599ドルだったんで、あれと、お釣りが来たっていうか、買った値段以上の、トークンが、ボンクトークンが得られましたということで、結局、儲かってるんですよね。はい。買って儲かると。で、儲かるっていうのがやっぱり Web2 と3の違いじゃないですかね。Web2 は買った分だけ損しますよね。で、Web3 っていうのは買ったらね、買っただけ得するっていうことですよね。Web3 は。この Web3。すごいですね。そんなぐらいの破壊力があるという。いうのが Web3 ですからね。まあ、注目していったらね、いいと思いますね。まあ、ありえないことが起きるのが Web3 ですからね。ということでね、
まあ、要するに、まあ、期待が持てますよね。まあ、まだ上昇の初期段階だと思っているんで、はい。皆さん、10万円から20万円までのところを、はい、目指していきたいと思いますね。皆さんと一緒に見ていきましょう。はい、期待できますんで。ということで、喋ってると疲れました。はい。ということでね、これぐらいで終わりにさせていただきたいと思いますけどね。はい。まあ、よろしければチャンネル登録ね、いいねボタン、はい、よろしくお願いいたします。ということで、失礼いたします。